はい、おはようございます。すすきの YouTuber、たまさまです。はい、本日はですね、僕が今待っている電子書籍のね、漫画の方の厳選3選をね、ご紹介したいと思います。いやー、なんか皆さん読みますかね、電子書籍とかそういうもの。僕はね、なんかその漫画でしか読んでないですけど、なんか便利ですよね、今ね。なんかかさばらないし、まあちょっとね、お金はね、こうなんかコインとか買いながらやるんですけど、まあ中にはね、途中まで無料で見れるものとかいっぱいあるのでね、まあその辺もね、試し読みしてみて面白かったらね、コインチャージして、まあ買ってね、読むのもいいと思います。はい、今回はですね、僕3選なんですけど、ピッコマさんの方からね、はい、選んでいきたいと思います。はい、結構ね、たくさん読んでるんですけどまあ全部ね、話すとなかなか時間かかっちゃうんで、まあね、厳選した3つの中からね、はい、お話ししたいと思います。はい、まず1つ目はゴッド・オブ・ブラックフィールド。はい、こちらのね、漫画なんですけれども、まあ、これは転生ものなんですけど、まあ転生するんだけど、まあその現代から現代の、まあね、同じタイムラインで進んでる話なので、異世界ものではないんですけどね。はい、主人公がですね、傭兵、フランスのね、傭兵団の人で、まあ、なんかちょっと仲間の裏切りでね、なんか殺されるみたいなとこから始まるんですけども、はい、きっとこれは裏切りだろうって思ってたんですけど、こう、撃たれて死んでしまって、そこから、こう、日本のね、こう、普通の少年、いじめられっ子のね、男の子のところに、こう、転生してしまう、ね、意識がこう、変わってしまうっていう感じなんですけれども、まあ、その男の子は高校生で、普通の本当に高校生なんですけど、多分ね、いじめられてたんでしょうね。なんかいろいろこう、いじめのこう、ノートがね、こう、わーって落書きされてたり、そういうの見つけて、あ、こいついじめられてたんだなって思って、主人公はもう、もともと傭兵のね、人で、まあ結構すごい人だから、もうなんかそのいじめ子とかボッコボコにしちゃうんですけどね。で、まあそういう中でこう、話が進んでいくんですけど、まあその時のね、もう一人死んだ仲間がいるんですけど、その仲の良かったね、仲間がいるんですけど、その一人も、ちょっと転生してるんですね。で、その一人が転生したのが同じ学校の先生だっていう設定なんですけど、これまた面白いですよね。はい、体育教師と生徒、まあ立場はね、なんか逆なんですけど、はい、なんかそういう感じで転生して、まあ高校生ですからね、ギリギリ免許が取れるか取れないかみたいなね、そしたらなんですけど、まあちょっとやっぱりなんかいじめられっ子だったからね、体が弱いんでこう鍛えながらこうちょっとね強くなっていって、まあいろんなことがこうトラブルがあってね、やっていくんですけども、はい。まあなんかそれもね、結構面白いんですよ。なんか絵がまあとりあえず綺麗ですね。すごく綺麗。で、なんかフランスのね、なんかこう、ところで起こった、まあその裏切りで死んじゃったってところなんですけど、まあそれが また後々ね、話が繋がってくるんですけどね、日本で。なんかそれがね、また面白い展開になってます。はい。まあ結構こう、バトルものとかが好きな人だったらね、結構ハマるんじゃないかなっていう感じですね。なんかまあその爽快感もあるし、なんか主人公はすごい強いからね、まあ、ただ強すぎて大丈夫かなっていうぐらいのね、強気なんですけど、まあちょっと見てみても面白いかもしれません。はい、これが1個目ですね。はい、まあ、ゴッド・オブ・ブラックフィールド、はい、ぜひね、よかったら見てみてください。はい、そして2つ目、こちらもね、絵が綺麗なんですよね。俺だけレベルアップな剣、俺だけレベルアップな剣ね、こちら。はい、こちらも、ね、主人公がですね、まあ、普通の世界なんですけど、まあ、ダンジョン系のね、まあ、ファンタジー系なんですけど、まあ、そのダンジョンっていうのがあって、まあ、そのダンジョンゲートっていうのがこう突然ね、この普通の世界に現れるんですよ。で、そこに入っていくと、なんかこうモンスターがいて、そのダンジョンごとにこう、まあ、ボスがいるんですけど、そのボスを倒すまではそこのダンジョンから出られないという形なんですね。で、まあ、その古文とかボスとかがいて、わーって倒していくっていうのを、まあ、人間界の中でハンターっていう職業があるんですけども、まあ、その普通の人よりもね、なんか強い、ね、人たちがいるんですけど、レベルがそれぞれあるんですよね。 E レベルかなぐらいからあって、 E、D、C、B、A、S とかそういう感じの S クラスまであるんですけど、まあ、S よりもね、上はちょっと測定不能なので、まあ、S ランクのもう本当とかそういう感じなんですけど、まあその中で、まあパーティーを組んで、まあこのダンジョンをクリアして、まあこう平和にしとこうみたいな感じでやってるんですけど、まあそのね、なんかなんでそういうダンジョンがこうダンジョンゲートが現れて、ダンジョンのそういうね、あれが
なるのかはまたちょっと不明なんですけども、そういう世界観なんですね。はい。で、まあ、その、まあ、主人公もその中で、まあ、ハンターなんですけど、あの、すごい最弱レベルの E 級なんですね、最初ね。うん。で、ほぼほぼ役に立たないと。攻撃力に弱いし。でもなんか、あるダンジョンに入った時に、あの、ダンジョンってこう、入る前にこう測定するんですね、レベルをね。レベルを測定するときに、なんかその、たまにこう、違う、なんか実はここが隠しレベルというか、そういうのがあって、まあ本当はもうちょっと B って測定してたの、実は A 級だったとか S 級だったみたいなね、感じのとこもあったりとかするみたいなんですよ。はい。そういうところをね、なんかにハマってしまった主人公が、もうパーティーがほとんど全滅に近い感じになっちゃうんですね。で、自分も死にそうになるんですけど、その時になんか再覚醒みたいなのをするんですね。あの、よくあるコマンドのね、こういう、なんとかしますか、はい、いいえ、みたいな画面が出てきて、で、まあ、主人公はね、わかんないから、でも、イエスみたいになる、絶望的なね、なんかその画面でもう気も動転してるし、いや、でもなんかこれは、まあね、なんか答えないとダメかなっていうことで、それでイエスにするんですね。はい、そうすると、再覚醒っていうのが起きて、あの、まあ、E レベルだった彼が、もっと違う、なんかこう、団地のレベルになっちゃうんですね。すごいレベルアップして、こう、復活するっていう。はい。そこからどんどん、こう、快進撃があるんですけど、まあね、いろんなことをね、こう、なんか、いろんなダンジョンをクリアして強くなっていくんですけど、それ以外にもなんかこう、自分の中でね、こう、なんかその、今日のこう、ノルマみたいなのが出てきて、それをクリアすると、なんかちょっと、こういうのを得ましたみたいなのがね、出たりとか、本当にゲーム、自分一人だけゲームの世界にいるような感じでこうレベルアップしていくみたいな。でもなんかそのやっていくうちにだんだんなんか本当に周りも追いつけないぐらいのすごい S 級のね上の方になるんですけど、まあ、そこからちょっといろいろね、まあ、こういろんなことが広がっていくんですよ。それはちょっと読んでみてのお楽しみということでね、ネタバレしちゃうんで、ね、ぜひよかったら見てください。はい、こちらも面白いです。はい、このね2つはね今ね本当にもうまだやっている途中で、まあ終わってないんでね、あの全部終わってから見てもいいとは思います。なんか僕も一気見したいたちなんですけども、なんかあ早く次出ないかなと思いながらはい見てます。はい、そして最後ですね、3つ目がシグナル100、ね、シグナル100です。はい、こちらですね、あの高校生のまあそのデスゲーム的な感じなんですけども、あのまあ一人のねいじめられてる教師があの教催眠みたいなのすごいかけるんですよね。あの強い催眠をかけるんですよ。まああのそのクラスがねちょっと、まあ、荒れてて、なんかそう自分がいじめられたからその復讐になんかそのまあこうね視聴室みたいなところでこうすごいバーっていう音楽となんか共にこうバーって催眠をかけるんですよ。でもその催眠をかけられた内容っていうのが、まあ100項目あるんですね。あの何々をすると自殺する、全部自殺するっていうまあ命令なんですけど、なんか普通の催眠っていうのは弱くてそういうのはねかからない設定なんですけども、強催眠っていうのはねすごいこうそういうのを跳ねのけてもかかっちゃうっていう、なんかまあ禁じ手みたいなね催眠をかけられてしまうんですけど、それでまあクラスのみんながそのかけられた内容のね100の信号がわからないから、例えばねこうなんとかで、まあ、まあ例えば肩を叩くとかで、まあこれは違うんですけど、肩を誰かの肩を叩くとか知らないでやってしまった時に自分でこうペンをこう目に刺して死んでしまったりとかね、首を切って死んでしまったりとかしてしまうという催眠をかけられちゃうんですよ。だからみんながこう何がシグナルかこう分かんないから、こうすごい恐怖に驚きながらこう一つ何か行動するのもなんか恐ろ恐ろするみたいな感じなんですね。でまあただ一つその時になんかその言ったのが、先生が言ったのが、全員の死を見届けたら一人だけ最後の一人だけ生き残るみたいな話をしたんですね。はい、でもその先生も自殺しちゃって、もうなんか、ね、こう催眠をかけた途端にもうそれで死んじゃって、もうなんかそこから引き出せないという状況なんですね。でもうその生徒たちもなんかその催眠にかけられてることを 何個かね教えてもらえるんですけど、もうそれがもう最悪で、なんかその内容を誰かに言ったら死ぬとかそういうことがもう含まれてるんで、もうなんか警察とか来るんですけど、まあどうしたのとか先生とか聞くんですけど、みんな言えないみたいな、言ったら死んじゃうからみたいな、でしかも学校からも出れないみたいな、学校から出ようとしたら出たら死んじゃうっていうね、その2つがのルールなんで、もう しんどいんですよねすごい。でまあこのままどうやってずっとそういう風にしちゃってるのかなと思ったら、
なんかそれだけじゃないんですね。なんかそこからまたさらにいろんな罠を仕掛けてるんです、この先生はね。あのまあボーナスタイムとかね、そういうのがあったりとか、急にこう、まあ死んだはずのね、その先かけた先生がこう目の前に出てきて、なんかこうこうこうしたらこうだぞみたいな。でもそれもね、なんかえぐいゲームなんですよ、またそのゲームをクリアしてると、なんかその何個かこれがなんか違う、このサインがこういう自殺サインだって分かるんですけど、まあそれを実行していかなきゃいけないとかね、なんかそういうトラップがあったりとかね、あともう一つ自分たちを追い詰めるものがあったりとかするんですけど、それから逃げながらとかね、なんかすごい大変な感じなんですけど、まあこれはね、ほんと、まあ、バトルロワイヤルというかね、一時期あったあれを思い出しますね。バトルロワイヤルでしたっけ、あのね、なんかその映画のね、まああの漫画もになったやつでもありますけど、ね、実写版はね、北野武さんがやってた、先生役をやってたね、なんかああいう感じに近いものを感じます。はい。なんかね、一瞬でね、今日少し修羅場になるようなね、感じのやつです。はい。あとね、まだまだね、ピックマさんでね、美味しいの、面白いやつあるんですけどね、なんか、またこれ、それは今度、次の機会にね、紹介していきたいと思います。はい。このね、今日はね、この3つ。ゴッド・オブ・ブラックフィールド、ね。それと、俺だけレベルアップな剣。そして、シグナル100。この3つをね、僕はちょっとお勧めしたいかなと思います。はい。よかったら見てみてください。どれもね、考えてみれば全部人が死ぬやつです。はい。そういう系なんですかね。はい。まあ、こちらね、おすすめなんですけど、まあ、概要欄の方にもね、書いておくので、みんなもね、おすすめのやつがあったら、漫画があったら教えてください。はい。以上、本日好きな YouTuber、たまさまでした。したっけ？最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。最新の動画、おすすめ動画もぜひ見てください。